人のルートも完璧でないレベルで漏れようその研究努力なほど大腸私間違っていましたよねドラ顔で一歩進んだはずが2度以上も下がっていた現地あらあらどうしましょう気づいた頃には当然落ちにのみネバダ終わりだ途切れはしない目覚ましは全部壊れてるのにヒステリックにされてキャラメルヘブ行ったり来たりすったりも眠れない俺が先に向けて全力キープ数字書きなんて忘れてさ増えごとないけどまずいくたぶんまるで夢の中を泳ぐような感覚の中でほら約束の時間は過ぎてゆく勝負がいつかは溶けて消え